アステラス製薬は先端信頼の医薬で世界の人々の健康に貢献するといった経営理念のもと営業活動をさせていただいてます。患者様の健康に貢献できるといったところが本当に一番のやりがいになるところでして、で特に今カスタマーといいますか顧客が全部先生方にあるので、直接患者さんと触れることはないんですけども、先生に薬の情報提供をすることによって、その先にいる患者さんの血圧が落ち着いてきたとか、痛みが取れたとか、これまでの状態よりもさらに良くなったといったようなお声をいただくことが一番のやりがいだと思ってます。コミュニケーション能力ではやっぱり大学が一番自分の能力を高められたところかなと思います。特に例えば先輩後輩とかも MMU だと200人規模がだいたい4年生まであるので、そんなに大きくはなく、逆にコミュニケーションをすごく取りやすい環境にあるっていうのがあってですね、例えば文化祭とかでもすごく先輩に教えてもらいましたし、逆に自分が先輩になった時はすごく後輩に指導したっていう記憶が強くて、ちょっと殻が破れたというか、コミュニケーションを取ることに対して消極的にならなくていいんだなっていうのを学びました。私実は MMU が第一志望じゃなくて入ったんですね。っていうのも前期試験で行きたかった大学に落ちてしまって、で後期試験でこの大学 MMU に入ったんですけど、その時に一番最初の授業である教授がこの大学に本当は来たくなかった人もいるんだと思いますと、でもたとえ東大に行こうがうちの大学に入ろうがやりたいことがあって、それを本当に頑張る人はどこにいようとできますと、本当自分の努力次第で何でも変わるんですっていう言葉をもう最初の授業で言ってくれた先生がいらっしゃるんですね。やっぱりそういったことを前向きに本当に生徒の気持ちを考えて、もうどうにかして前向きなことで前向きなこう考え方を持たせようってしてくれる方が本当に多い大学なので、もうその一言があって私の考え方もやっぱ180度変わったなと。それはやっぱり今仕事にもつながってますし、失敗しても失敗したことから学べるとか、何かミスをしてしまってもなんでミスしてしまったのかっていうことを本当に前向きに考えるようになったっていうのを学べたのは MMU なので、例えば何か挑戦したいことがあるならそれを全力でこうサポートしてくれるし、学べるところだと思うので、そういったところでまあ勉強してもらえたらいいなと思います。MMU を目指して頑張ってください。